町のお土産特産品黒みりんの紹介をします。この黒みりんは20年熟成されて作られたものになっていて、でもなんで蟹江町でみりんなの？有名なみりん屋さんが蟹江町にはあるんだよ。さっぱりしてる、美味しい。ひな味噌です。いやちょっと見た目があれですけど、蟹江町では昔から郷土料理として親しまれているんだよ。美味しい。もろこ寿司です。いや見た目はまたちょっとあれですけど、っていうかもろこ寿司って何？川魚のもろこと寿司と酢飯。見た目はこんな魚してるのに全然臭みがない。お土産にぴったり、蟹江町のグッズコーナー。アニマルくんとチョキマルくんのぬいぐるみです。車に置くもよし、デスクに置くもよし、プレゼントにするもよし。チョキマルくんのマグネットです。かわいいデザインがたくさんあります。次は缶バッジです。たくさん種類があってコレクションしたくなりますね。おいしい食べ物とかわいいグッズがたくさんある蟹江町、蟹丸くんと時丸くんにもぜひ会いに来てくださいね。またねー。